この動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティーなシーンが含まれることがありますので、苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上、ゆっくりしていってね。朝ごはんの時間だぜ。ん？おりんがいないな。おりん、どこにいるんだ？あ、まあ、たそんなところに入り込んで、お前は狭いところがお気に入りのようだな。ほら、朝ごはんの時間だから出ておいで。倍増したからかここ最近あまりにも調子がいい。もっと広くこの癒し成分を享受してほしいと思う反面、ひでえやつもいることを考えるとゆっくりはこのまま知る人ぞ知る存在であってほしいとも思う。ゆっくりさんもきっとそんな風に思っていることだろう。Thank you.
そちらのあなたも。ちょっとだけ我慢して。もう大丈夫、ご飯も取ってきたからお食べなさいな。いただきます。ありがとう、ありがとう。赤いお兄っています。こっちは僕、サトリです。サトリ様、サトリ様、あなたは平らの命の恩人です。そっか、お姉ちゃん、お兄たちのこと助けてあげたんだね。別にかしこまらなくてもいいって言ったんだけどね、命を救ってくれた人に失礼があっちゃいけないからって。でも、その時小石はまだいなかったみたいだし、お兄たちのこと助けてないよ。命の恩人の妹様ですから、同じくらい大切な方だと思ってるんです。いや、今の話で思い出したんですけど、あの後しばらくしてから、里見様、小石様をお連れになって会いに来てくださったんですよね。こんにちは。この度、妹が生まれました。わー、サトリ様の妹様だ。おめでとうございます、サトリ様。お名前、何とおっしゃるんですか？ゴイシっていうのよ。ゴイシ様。わー、ゴイシ様だ、高い高い。あ、こりゃ危ないだろう。ゴイシ様が怪我でもされたらどうするんだ。だ、大丈夫よ。楽しそうにしてるみたいだし。そうですか。あ、赤いの抱っこさせてもらっていいですか？もちろん。てもらって、マリサさんのところにやってきて、その後はこの前あなたに話した通りよ。